どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。さあ本日はですね、座学でございます。座学、ちょっとお勉強をしてみようというか、まあまあ気楽にちょっとね、お付き合いいただければというふうに思うんですけど、キーについてです。キーっていうのは、皆さん歌うときにね、ちょっと音程高すぎて私には歌いづらいなとか、低すぎちゃってちょっと歌いづらいみたいな、ああいうのあるじゃないですか。あれをキーって言います。で、よくカラオケ行かれる方はですね、ちょっと私高いから2つ下げてとか、ちょっと1個2個上げてとか、そんなこと言ったことないですかね。あれキーを上げる下げるって言うんですけど、はい、この辺のことについてね、ガズレレでは結構詳しくね、いろいろ説明させていただいてるんですけど、ちょっとこの動画とか参考、概要欄に貼っておきますけどね、参考になると思うんですけど、ガズレレではですね、基本的には、こういう風に考えています、とにかくウクレレ で弾くのに一番簡単なコードを探していつもアレンジしてるんですよ、全ての曲。はい、だから C から始まったり Am から始まったり F から始まったりという風に、大体ね、ガズレレ必須コードという皆さんご存知の10個のコードで収まるというのは基本で、やっているんですね。で、だけど当然ながらキーっていうのはですね、さっき紹介した動画でも説明してるんですけれども、やっぱね、人それぞれ一番歌いやすいキーって違うんです。はい。女性の方と男性の方、どっちかが、やっぱ、同時に歌うと、やっぱりね、どっちかが歌いづらくなっちゃうんですね。例えば C で、ガズレレで始まる曲多いと思うんですけど、ガズさんも、ね、気持ちよさそうに歌ってるなと思うかもしれないんですけど、実は合ってないんですよ。ウクレレに合わせてるんです。だから女性の方は歌いづらいと思うし、男性の方はいいなと思うかもしれないんですけど、男性の方もですね、いや、ガズさんは歌えるかもしれないけど、僕はとてもじゃないけど歌えないよとよく言われます。で、なんですけど、ひとまずは、一個のね、みんなで歌える、一番簡単な方法としてガズレレ必須コードで弾いてみましょうというふうにご案内させていただいてるんですよ。で、さっきも言ったけど、キーはですね、やっぱ人それぞれ、全然違うんですね。男性だからこのキーっていうのはなくって、歌手の方でもその人によって違うんです。で、まあ、僕の、ガズレレでいつも言う例え話としては、椅子です。椅子。椅子って、本当は皆さん身長それぞれ違うじゃないですか。だけど、椅子って例えば電車に乗ったら同じ椅子に座るし、新幹線に乗ってもみんな椅子の高さ一緒ですよね。ああいう感じなんです。本当はそれぞれの人に合った椅子の高さに合わせればいいんだけど、まあまあ公共のものだったりとか、例えば公園のベンチなんか、はですね、おじいちゃんおばあちゃんから、20代から、あとは幼児まで使うじゃないですか。その時に、ちょっとこのぐらいに合わせとくとみんな使えるんじゃないかなっていうのは公園のベンチとか公共施設に置いてある椅子だと思うんですけど、ガズレレ必須コードで使われている木っていうのは、そういうものだと思ってください。そうしたら、老若男女、パッとよりみんな集まった時に、じゃあこの曲一曲弾こうよっていう時に、そのコード、ガズレレ必須コード、ガズレレでいつもやってるコードだったら、みんなで簡単に合わせやすいっていうのが、このガズレレの、発表してるというか、公開してるやり方なんですね。はい、なんで、人それぞれさっきも言ったように、歌いやすい。キーっていうのは違うんですけど、じゃあそれぞれ A さん B さん C さん D さんがそれぞれの歌いやすいキーでやったら、もうごっちゃごちゃになって不協和音の嵐でもう大変なことになっちゃいます。一つの曲をみんなで演奏するということは不可能になってしまうんですよ。はい、ここら辺のことがですね、まず基本にちょっとあると思うんですけど、今日はですね、その話はこの辺の動画とかでもいろいろ詳しく話している動画があるんで見てもらって、あ、なるほど、キーってそういう風になってるんだな、だからガズレレ必須コードって簡単だけどちょっと歌が合わないときあるんだよなみたいなことがあるということがあるんですけど、その、対応策として違うコードを押さえたり、カポタストといってね、こういうカポタストっていうのがあるんですけど、これでこうやって挟んでいってこうキーを変えられるよ、キーを変えるっていうのはつまりちょっと C を弾きますよ。はい、じゃあ次3つキーを上げようと思ったら、このカポタストってやつをここにこうはめるんですね。はい。そうすると、はい、これ、今、ここの白くなってるところがこっちにずれてきてっていうことだから、ここの3つのと、3フレットのところに挟んでおいて、1、2、3って言ったら、ここが C っていう、要は、形になる。で、これで、例えば、なんでもかんでもみんなって歌えるけど、これカポタスト外して、もうやると、なんでもかんでも同じ曲なんだけど、このキーを変えるっていうのはそういうことを言ってるわけです。なんでガズレレではカポタストを使う方法もこんな風な感じでレッスン動画を上げていたりとか、いろんな次のステップとして自分が歌いたいキーを探す、にはどうしたらいいかみたいなね、話もしていたりします。で、あとね、この動画ではコードを表記してくれるすごく便利なサイト、ホームページの、サイトがあって U フレットというところがあるんですね。そこの使い方もこの動画でみんなも書き出して見れる
るよというね、至れり尽くせりな動画をアップロードしてるので、これも全部概要欄に貼っときますけど、ユーフレットというものを見ると、皆さんがトライしたい曲をちょっとね、こう、アレンジすることができるかもしれないです。今回ですね、質問いただきまして、ガズさんですね、ガズラジというのをね、毎朝7時半からラジオ配信してるんですよ。そこにいただいた質問だったんですけど、ガズさんのおっしゃられるそのキーの概念っていうのはよくわかりましたと。で、私もじゃあ自分に合うキーは何かなと思って探して、その U フレットとかで、コードを変えたりしてやってみるんだけれども、なんか、どれが自分の声に合ってるのか、なんか自分でわかんなくなっちゃうと。ある日は、このキーがいいと思ったのに、なんかちょっとするとやっぱりこっちのキーがいいのかなとか言って、それで迷っちゃうんですけど、なんかこれってなんかどういう風にしたらいいんでしょうっていうね、すごくいい質問が来て、それをね、いい回答ができたんで、今日はそれをね、YouTube の皆さんにもシェアしていこうかなという風に思います。で、レッスン始める前に、はい、ポップアップショップが今行われてまして、今日のね、5時ぐらいまでですけどね、ちょっとね、残り時間少ないですけど、お台場の、デックス東京ビーチというところで、外のテラスのところでね、ジーラポップアップショップやってますんで、ぜひね、いらして見てください。はい、そしたらちょっと解説していきますけど、キーなんですけど、例えば皆さんが大好きなアーティスト、歌手の方いらっしゃると思います。まずね、レコーディングとかするときに、歌手の方とかそのレコーディングするときには、プロデューサーとか、いろんなこのスタッフがいるわけですよね。エンジニアさんとか、まあアレンジャーという方もいらっしゃるし、まあとにかくそういうスタッフがいると。で、チームがあるんですね、レコーディングするときに。そのときに、やっぱ一番最初に、重大なことはですね、キーを決めるんですよ。その女性だったら女性の、男性だったら男性の、その人の一番いいキーはどこかっていう、ことをまずちょっと一回調べるんです。調べるっていうか、会議するというか、どういうふうに弾こうかってなるんですけど、その時に、こういうふうに考えておくといいと思います。一番歌いやすいキーが答えではないんですよ。歌いやすいキーというよりは、その歌手が一番輝くキーを探すってことですね。どういうことかというと、例えばですね、わかりやすく言うと、例えば、自分が高い声ギリギリで出るっていう時、そういうキーは、ちょっとパワフルで元気があって、ちょっとこう、前向きというか、エネルギッシュな感じだと、うわーって歌いたい感じですよね。悲しみも激しい悲しみみたいな感じになると思います。で、だけど、ちょっとアンニュイなのってあるじゃないですか。例えば、風を集めて、風をとか、あれもちょっとね、ゆったりしてる曲とか、あとは、まあ、例えば、チャラさんだとか、あとは昔のシンガーさんで言うと、山口百恵さんだったりとか、ちょっとね、こう、アンニュイで、中森明菜さんとかも、ちょっとね、こう、ダークな、こう、全開で歌うっていうよりは、なんかこう、力の抜けた感じがまたいいみたいなのあるじゃないですか。ああいう時はキーを下げたりするんですよ。わざと下げる。で、本当はもっと高い声出て、もう伸び伸び歌えるんだけど、その曲の、曲の雰囲気とか、その歌詞の人のイメージでキーを変えたりします。だから、これがね、皆さん知ってほしいことで、まず第一に、自分が歌いやすい、キーで歌うっていうことが別にゴールではなくて、その、どういう風にその曲を聴かせたいか、どういう風に表現をしたいかによって、その選ぶキーっていうのが決まってくるわけです。なんで私もまあ、ミュージシャンをずっとやってて、もうプロのレコーディングも何十回、もうプロデューサーとしてもいろいろ、いろんなアーティスト、ミュージシャンのレコーディングに携わったりとかしてるんですけど、そのキーを最初に決めるのが一番、は大事になります。なんで、例えば、ミーシャさんだったら、もうスタイルがあるじゃないですか。もう一番このトップオブザトップのもうすっごい切れ味鋭いハイトのスーパーフライさんとかだとやっぱり一番上のいいキーのところを目指してそこにこうキーを上げていってもう本当にマックスで響きのいい声を出そうという風にチームがなればそのキーをみんな探っていってそのシンガーがうわっとこう全力で歌うとだけどこうちょっとこう今言ったようにダークな感じをあとねロックバンドとかで渋く歌いたいという時もやっぱりキー下げたりすると渋くなったりするんですよこの表現として自分の声を変える。で、これをちょっとね、今イメージでやったらちょっと分かりづらいかなと思ったんで、今日はガズさんがね、実践してみようと思います。まずじゃあ、今日はね、簡単コードの曲で、ルージュの伝言でやってみようと思います。この C と Am というね、あのヒットのまあ、間に合うために、これ C と Am なんですけど、これ今、男性とか女性とかでもこの曲ね、皆さんもちろんご存知だと思いますけど、まず、普通のガズレレ必須コードの何にも変わらない状態でガズさん歌ってみますね。ワン、ツー、スリー。あの人のままに会うためにいい感じです今一人列車に乗ったの気持ちが良さそうでしょはい、これはだから男性結構歌いやすいんじゃないかなと思うんですけどそれがまたですね一番高い声が高いところになるとこの普通のキーでも男性でもちょっとくず大変だと思いますやってみましょうか不安な気持ちせーの不安な気持ちを残したまま
結構これも男性でも高いなと、なんですけど、これより、どん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 ちょっと今この辺のことをちょっと深掘っていこうと思うんですけど、じゃあこれサンフレットにはめてみましょう。カポタストサンフレット、カポタストの使い方はね、解説動画さっきも言ったけど概要欄に貼っておきますからね。サンフレットにはめるとキーが上がりました。ちょっとやってみましょう。あの人のままに会うためにガズさんがちょっと歌うとキーが高くなったんで、この辺はちょっとよりパワフルな感じになった気がしません？今一人列車に乗ったの、はい、これ今サンフレットですよ。じゃあ外します。さっきのキーでいきましょう。あの人のままに会うために、はい、サンフレットの方がちょっとあの高いからね、ガズさんもこうやって張ってもうちょっと元気な感じしませんか？じゃあさっきのサンフレットでより高いところやってみましょうか。不安な気持ち、これ高いよ。ワン、ツー、スリー、ゴー。不安な気持ちを残したまま、いいですね。街はきっと遠ざかっていくわ、はい、結構高いけれどもすごいロックな感じがちょっとテイスト出るかなと思いませんか？はい、こんな風に表情が変わります。次とうとう来ました。5フレットにカポタストしてみましょう。それはもっとさらにキーが上がるわけですね。最初。ワン、ツー、スリー、フォー。あの人のままに会うために。今一人、列車に乗ったの。よりなんかハイトーンになってきました。じゃあ例のところ。せーの。完全裏声です。なんだけれども、そのシンガーの人がこの裏声のファルセットを得意としてる、それがすごくね、押し出したいっていう、あのシンガーの人はこのキーを選ぶ。そんなことですよね。じゃあ今日、今5フレットで、カポしてますけど、これ1オクターブ下で歌ってみましょうか。そうするとどうなるかというと、かなり落ち着いた感じになります。ワン、ツー、スリー。あの人のままに会うために。渋いでしょ？これもうちょっとゆっくりなんかやってと、あの人のままに会うために、だいぶ落ち着いた感じになります。じゃあ例のところは、不安な気持ちを残したまま、これも全然ありじゃないですか。男性だったらこの5フレットで1オクターブ下で歌うのもおすすめなんですよ。不安な気持ちを残したまま、だから結局今伝えたいことは一体何かというと、どんな風に表現したいですか、その歌をっていうことが、このキーとかを変えるときに一番やっぱりテーマにしといた方がいいかなと。自分が歌いやすいところっていう選び方ももちろんありますよ。でも自分が歌いやすいところっていうよりは、僕のその、あの、いろいろこう長年の音楽を経験しているときに思うのは、自分が歌いやすいっていうところよりも、その曲を自分がどう表現したいかっていうところでキーを決めるのが、あの、結構これが面白いところでございます。そうすると、どういう風に表現したいかなっていうことでキーが悩むじゃないですか。これね、もう、言いましょう。あの、本当にほとんどのミュージシャンはキーをどのキーで歌うかってね、悩むんです。レコーディングするときとか曲作りするときにね。まあそのくらい大事なことなんですね。まあなんですけど、まあ今回このレッスン動画はですね、かなりハイレベルなあの話をしております。今もカポをしましたけど、これコードを変えるとなったらまたね、コードをいちいち覚え直さなきゃいけないわけですからね。で、皆さんやってみたらわかると思うけれども、あれなんですよ。ガズレレ必須コードって本当に神様みたいなコードの集まりで、簡単なの。他のキーでいろいろ曲やってみたらわかると思うけど、もうめちゃめちゃ難しくなりますから。なんでやっぱり僕のおすすめは、ガズレレ必須コードで、まず鼻歌でもいいから歌いづらくっても、ちょっと、まず最初のうちはちょっと、歌を楽しんで、リズムと歌を一緒に楽しむっていうことを散々味わっといてもらって、まあ、カポタストで多少調整してもらって、やっていくのがいいかな。で、それで、どうしてもこの曲だけはっていう曲は、カポタストとかコードを、拾って、そのさっき紹介したこの動画で、U フレットというところでコード拾ったり、ガズさんのところからちょっと参考になるかわかんないですけど、なんかヒントを得てですね、一曲自分が歌いやすいそのキーで歌うっていうのも、おすすめなんですけど、その時に今日のこの動画が役立つかなと。この曲をどういうふうに伝えていきたいかな、みたいなところですね。例えばさっきのさ、風を集めてみたいな曲、渋く歌いたいじゃないですか。その曲なのに、すごくキーを高くしちゃったとしますよ。じゃあ、5フレットで。なんか元気良すぎない？なんか風を集めて、風を集めて、このぐらいだったらいいけど、例えば7フレットになってさ、なんか
これはちょっと高すぎる。だから、あんま曲によってこの曲が元気もりもりで、ガーゼーウォーとかって、そういうなんか、あの感じじゃなくない？なんかその、この曲って、やっぱキーが低くて、ちょっとこう、気だるく歌うのがいいみたいな、そんな感じですよ。だから、この、例えば踊るポンポコリにしたって、ね、なんでもかんでもみんな、踊りを踊ってってなるけれども、まあ、踊るポンポコリも、じゃあ逆にもう、いきなり5フレット、いってみましょうか。なんでもかんでもみんな、おー、これ結構気持ちがいい。男性気持ちがいいけど、これも、一番高いところでは高くなっちゃうかもしれないけど、じゃあこれね、5フレットで、1オクターブ下で歌ってみますよ。なんでも。そうすると渋くなりますから。なんでもかんでもみんな、踊り。もちろん歌い方もあるよ。もっとゆっくり渋く歌おうと思ったら、なんでもかんでもみんな、踊りを踊る。なんでもかんでもみんな。なんかちょっと脱力した感じで、リズムも変えたりとかすると、ガラッと不安、なんつうのか、曲のムードも変わる。みたいな感じです。だから、音楽って本当にね、もう壮大な宇宙なんですよね。キーを変えるだけで、歌い方変えるだけで、リズムを変えるだけで、まるっきり違う景色を見せてくれるというかですね。そんなのも、ちょっといずれガズレレでちょっとレース、ウクレレで弾き語りをね、続けてた人、体験してもらいたいなと思って、こういう動画を撮っております。キーを変えるだけで、どんでもない。カポタストちょっとはめるだけでもね、いろいろ実験できると思いますんで、そんなことも、音楽をちょっと長くやるときに知っておいてほしい、なんかね、いい話かなと思って、今日はキーの話をお届けしました。キーの話っていうのは、だからそんだけですね、弾き語り、歌を中心に考えたときには、大事なんです。でも大事だからこそ、さっきの話に戻るわけ。みんなで一緒にやるときには、ベンチに座るように、まずは、みんなが弾きやすいコードで、とにかく音楽最初の一歩をスタートしようよと。スタートした後は、それぞれ自分が行きたい道を探して、その道に進んでいけばいいから、まずガズレレが最初のきっかけになれば嬉しいかなというふうに思っておりましてですね。そんな役に立つ情報もこれからどんどん公開していきますが、まあ基本的にはガズレレ必須コードという、みんなが親しみやすい、抑えやすくて簡単で楽しくなれる、そんなガズレレのキー、ガズレレ必須コードの、ガズレレキー、あえて言えばですね。で、レッスンを続けていこうというふうに思うんですけれどもですね。でもやっぱり、これ音楽って本当楽しくって、一人でやる楽しみもあるけど、みんなで一緒にセッションするっていう楽しみもすごいありますからね。昨日もね、そのお台場の、Gラボのポップアップショップでみんなとわーっと歌った時間もあったんですけど、あれもやっぱりキーがみんなそれぞれ違ったらもうそんなことはできないわけですから。そうやってみんなで一緒に一曲歌おうよっていう時には、またそういう面白さもある。これがまたガズレレが一個伝えたいことでありまして、やっぱ音楽は楽しいぞと。はい。深いけれども、あえてその深い中で、一番簡単な方法をこう、なんていうの、かいつまんで、積み重ねていくと、このガズレレになる。でも、まず音楽をスタートして、楽しいと思ってくれるってことが、もう第一、ステップで、やっぱ大事になるかなと。楽しくなければ、やっぱ続かないですもんね。なんで、そういうことで、そういう人が増えていって、笑顔が増えていけばいいかなと。もうそういうね、日本中にですね、音楽をやってね、楽しくなる人を増やしたいというのが私のこう使命といいますかですね。これをまあもう、だって楽しいもん実際。こういう感じで夢中になれる人が増えていくと、きっとね、いい世の中になるといつも思ってるんですよ。はい。そんなわけで今日はですね、キーにまつわる、すごいいい話をさせていただきました。ぜひ皆さんちょっとなるほどと、そういう風になってんだなというふうに思ってくれると嬉しく思います。今度自分が歌う時もね、ちょっと意識できると思うんでね。はい。ちょっと私には声低すぎるかなと思ったら逆に渋く歌う。ちょっとね、気だるく、ちょっとこう、刹那に歌うみたいな、そんな表現も、できるかなというふうに思います。はい。今言ったような話、ちょっとこのキーの話はそこまで具体的には出てないですけど、この、今度4月26日、主婦の友社から、全国発売される、ご機嫌ガズレレデイズというめちゃくちゃいい本です。これ、楽譜の本じゃないんですよ。エッセイ本です。いいことを言ってる本。弾き語りとかね、人生の中に音楽があるとどれだけいいかってこととか、その時にこういうね、感じの考えだといいよ、みたいなこと、すごいね、いい言葉が詰まっております。ぜひ皆さん、ゲットしてください。ただいま大好評予約受付中です。Amazon の URL、予約の URL を貼っとくんですけど、皆さんの街の書店さんでもですね、ご機嫌ガズレレデイズ、主婦の友社から出る本予約したいですというような感じで予約していただくと、手に入ると思いますので、ぜひよろしくお願いします。さあ、今日は座学、お届けしました。キー、楽しく、キーを選んで歌っていく。ぜひトライしてみてください。さよなら、バイバイ。またねー。